それでは畳み込みニューラルネットワークと題しまして、自然言語処理研究室の小川陽一郎が発表させていただきます。で、今回の発表内容です。で、畳み込みニューラルネットワークとは何かっていうのを説明した後に、畳み込みとは、ニューラルネットの構造で、プーリング層っていうのを説明します。で、最後に、自然言語処理への応用を考えてみます。で、まず畳み込みニューラルネットの説明なんですが、例えばある画像が丸か×かを判定する問題を考えます。で、このようなイラストのようなものがあったとして、これが丸か×かを判定します。で、通常のニューラルネットで考えると、画像の1ピクセルを1つの入力して考えてあげることができます。で、例えば元の画像が 10×10 の画像だったとすると、入力は、画素数100のベクトルになります。しかし、これ1つのピクセルに対して1つの入力にしてしまうと、元の画像が少し、違った形になってしまうだけで、判定が大きく影響が出るっていうふうな問題があります。で、そこで、このように同じ丸でも3種類ちょっと形が異なったものがあるんですが、一つのピクセルだけ注目するんではなくて、ある程度の大きさの領域を、まとめて捉えようっていうような考え方があります。例えばこの画像のように、その青い四角に着目すると、1ピクセルの白か黒かだけじゃなくて、右上から左下にかけて黒っていうふうな傾向も捉えることができます。で、この青い四角の部分、ある程度の大きさの領域っていうものを、フィルターっていうふうに言って、畳み込みニューラルネットでは、このフィルターっていう考え方が大きな特徴になります。で、畳み込みを説明すると、まずその元の画像がこのような、各要素の数値、今0、1で表しているんですが、実際には0か255の値になりますが、このような画像があったとして、で、フィルターとしてこのような配列を考えてあげます。で、その画像の値とフィルターの値を要素ごとに掛け合わせて、それらを合計することを畳み込みっていうんですが、まずそのフィルターに対して、元の画像のまずその青い領域に対して、畳み込みをかけます。で、掛け合わせてそれらを合計する処理なので、ベクトルの内積っていうふうに考えることもできます。で、そして出た計算結果が、この新しい配列の要素として加えられます。で、この計算結果を、特徴量と言ったりします。で、この処理を、元の画像の、全領域をカバーするように、繰り返していきます。このようにして繰り返して全領域カバーしたところで、全体の畳み込みの結果がこのような配列で表されます。で、これを、畳み込み行列っていうふうに言って、一つのフィルターに対してこの新しい行列が生成されます。で、これをニューラルネットのイメージとして考えると、このように元の画像に対してフィルターをどんどん位置をスライドさせていって、行列を作っていって、で、それぞれの要素が、入力、各ノードの値になります。
で、まあ、ここまでで畳み込みの処理を説明したんですが、そのフィルターを使って1ピクセルだけ出力する処理っていうのを、まあ、おさらいすると、入力となる数値の並び、まあ、画像の一部があって、その数値に対して、まあ、フィルターの値をかけてあげて、そのかけた結果の全てを立ち合わせるっていうような処理を行います。で、まあ、そこでニューラルネットのその働きっていうのを思い出してみると、そのニューラルネットの入力となる数値の並びがあって、その数値の並びにそれぞれ重みをかけて、その結果を全て足し合わせるっていうふうな働きがあったと思います。で、このフィルターの処理とニューラルネットの働きがすごい似てることに気がつきます。まあ、そこでニューラルネットのは重みを更新していくんですが、その重みをフィルターの値っていうふうに解釈してあげることで、畳み込みニューラルネットワークではこのフィルターの値をよりこう判断の精度がいいフィルターっていうふうな値に学習によって更新していくっていうふうな考え方があります。で、まあ、こちらがその畳み込みニューラルネットワークの構造の概略図です。で、まず入力画像っていうのがあって、次に畳み込み層で、プーリング層っていうのがあって、その畳み込み層とプーリング層が今2回繰り返して、で、最後に全結合層っていうので出力を出しています。で、この中間の繰り返しは今2回ですが、実際にはもっとたくさんあります。で、まあ、畳み込みそうですが、まあ、先ほど説明したフィルターっていうのが、まあ、1層で、1つだけじゃなくて複数のフィルターを持っています。まあ、通常100から1000個あるらしいですが、そのフィルターの数だけ畳み込み行列が生成されます。で、その行列の各値には、活性化関数をそれぞれ適用します。で、次に、まあ、たくさんできた畳み込み行列をプーリング層では、規模を縮小するような処理を行います。で、まあ、ここをちょっと詳しく説明すると、プーリングの処理に、最大プーリングっていうものがよく用いられます。で、これはすごい単純な考え方で、各領域内の最大値を取って圧縮を行う方法です。例えばこの例だと、その領域を、まあ、2×2 っていうふうに指定してあげて、その全領域に対して最大値を返した配列を作るっていうふうにして、こう圧縮された配列を作ります。で、このプリングをすると何がいいかっていうと、まずその出力される行列が固定サイズになるっていう特徴があります。で、まあ、例えば1000個のフィルターがあったとして、それぞれ最大プーリングを適用してあげるとすると、入力画像のサイズやフィルターのサイズにかかわらず、出力は1000次元に固定されて処理することができます。まあ、ということで、その入力画像だったりフィルターのサイズを可変にできるっていうような特徴があります。で、次にその元の画像の、まあ、微妙な位置や回転があっても、出力は変わらないっていう普遍性を与えられるっていうような特徴があります。で、まあ、これは先ほど説明した最大プーリングで、その微妙なピクセルの違いがあっても、まあ、その際を吸収するような処理を行うので、このように普遍性を与えることができます。で、最後に
全結合層では最後のプーリング層の出力を全て入力として、この例だと2次元で考えてたんですが、3次元でもいいんですけど、それを全部1次元の配列に変換してあげて、最後にその出力として正解ラベルと対応させてあげることで、正解を導くことができます。で、ここまでが畳み込みニューラルネットの説明で、今まで画像を入力として扱ってきたんですが、入力は画像だけっていうわけじゃなくて、例えばある文章を、ベクトル表現で数値で表すことができれば、こう入力をそのベクトル表現に変えてあげることで、自然言語処理への応用ができます。で、これを使うことで、感情分析やスパム検索、カテゴリー分類などの分類問題を、この CNN を使って、解くことができます。で、反対に、畳み込みやプーリングによって局所的な位置情報が失われるため、品質タグ付けや固有表現抽出などでは、この方法だとちょっと難しいっていうふうになります。で、実際にその CNN を使った文の分類をされている研究があって、入力で、分散表現、単語分散表現を入力してあげて、で、フィルターはその単語のベクトルを、複数個選択したりして、それをブーリングで、スクショしていって最後に分類するっていうような、方法も、研究されています。またこの CNN を使って、言語モデルを作るっていうような研究もあって、結果だけなんですけど、そのリカレントニューラルネットワークの LSTMM を使った言語モデルよりも、同等以上の精度を出して、さらに計算効率が LSTM より20倍程度改善されたっていうような研究結果がありました。で、これらのことから、CNN は画像処理だけじゃなくて自然言語処理への応用も、考え出されていて、高い精度を出しているっていうふうな結果があるので、そのリカレントニューラルネットもすごい使われてるんですが、この CNN を使った手法も使えるかもしれないっていうような紹介でした。はい、以上で発表を終わります。